半負けの本気の半負けは3部ですね。3部ですね。で、テレパシーで話した会議をしたって言ったって、これは認めないって人は認めなくていいわけですね。認める人だけでいいです。というのは、正確に私の方でね、テレパシーで、あ、今日じいさんが亡くなったとかね、電話ないけど、とかね、妹が今、父の殺害でね、問題あるんですけど、毒殺でね、あるんだけど、例えば、旦那さんが弁護士、ね、の人と結婚したと。こんなのテレパシーでね、聞いてないんですよ、全然。自分で分析してるわけですね、テレパシーでね。で、ほとんど99%そうだから、情報はね。以上ですからね。まあ、本とかテレビとか情報というのはね、まあ、ダブルでね、修正間違いがないかということで使うわけですね。テレパシー、全部、セレキネスとかテレパシー、見たり聞いたりするのはね、情報を勉強するのは全部、脳波ですね、が多いんで、目とか鼻とか、ね、耳とか使う言葉、間にさらに正確にするということですね。特に使うものですね。で、また間違いないか調べるということができるというための大事なものなんですね。だけども、情報というのはもうほとんどテレパシーで話と同じように、全く簡単にね、連絡取れるでしょ。人間たちは低能力だから、まだ話したり聞いたりすることが700年後にしか分かんないような、仲間で頭使わないと話できないんですよね。知能が低いんです、みんな。だけど、私の場合、上の生物ってもうテレパシーで宇宙果てだろうと、生物と全然テレパシーで普通に話ができますからね。ただ、人間環境でハイテク人間たちが作った以上のことは、情報をね、あっても、情報を送らないようにしてもらうわけですね。で、向こうも危ないからね。人間が悪用しますから、道具を使う強肉食生物ですから、人間はね。ね。だから、テレパシーで会議とか、人間たちのような原始的な方法は取らないですね、ほとんど。で、日本国家だったら、君が代の岩尾となりてっていうのは、私の名前なんですね、岩尾というのは。じいさんも父も同じ名前つけてるんですけどね。で、人間たちは味方じゃないんですね。逆に人間たちから見ると、私の上の生物は敵として生きてます。ね。だから、力関係で抑えなければ、私の方は殺されてしまいますね、人間にね。上の生物ですから、抑えてるわけですね。で、生物というのは宇宙全体で生きてますからね。で、あんまり人間と接してると弱くなるんで、ね。離れてないといけないですね、人間は。人間は敵として動きますから、抑えてられないわけですね。人間たちと、チャンバラやったり、近くにいつもいるとね、人間がね。野蛮ですから、人間たちがね。そういう関係ですね。天皇というのは人間のね、日本の役割ですね。大統領みたいなもんですね。で、だから、原始的には原始的で、あんまりテレパシーというか、実際になんか人に話してね、やるのが機械的な仕事、総理大臣と同じでね、そういうのが主な仕事でしょうね。私の場合はもうほとんどテレパシーと、まあ一応、正確にするために情報、文章とかね、YouTuber とかね、そんなので自分の録画撮ったものを別の出すようにして、今してきています。そんなことですね。で、私のこと誰だとかよく言う人いるけれどね、天皇家よりか古いからね。またエリザベス女王家よりか古いし、付き合いはエリザベス天皇家よりか私ね、古いから、エリザベス女王家の方が古いですよ、付き合いは。天皇家が古いですよ、本物貴族だからね。天皇家は昔の偉いお坊さんみたいなものと、ね、
昔選べた大統領みたいなもんでしょ。だから私のものは本物の貴族ですから、古い譜は古いわね。半負けの歴史は800年とか1000年ですけど、本負けから出てるんですね。で、本負けの本家であるから、またね、追い出されたんですね。で、その前にもあるわけで、ものすごく古いんですよ。で、ちょっと短い昔だったと、先ほど言ったように清少納言 を決めたのね。太った美人を金持ち、ね、にしたの、っていうのは、私が全部して、ね、動かしたわけですよ。100% 動かして作ったわけですね。有名でしょ、清少納言って。いろんな、ね、カルタじゃないけど、日本の伝統にあるでしょ。うん、まあ、だから、天皇はよく私が動かした本物の貴族のね、ことを自分のことを言うんだけどね。私、貴族だからね。ね、自分で動かしたことだからね。まあ、古いから少しは私、古いというか、私の方が古いからね。けれども、天皇も、一般的には毎日は古いから。多少は使ってもいいと思うんですけども、貴族のね、歴史の力とかね、動き、やっぱり少しはいいとは思うんですけどね、僕以上はちょっとダメだよっていう感じですね。なぜエリザベス女王家が古いですから、私で、エリザベス女王家はそれ知っててね、私に盾つかないですけどね天皇陛下は盾つくんですよね。エリザベス女王家の方がね、歴史的に古いけど、古くて力も強いんでしょうけど、強いんですけどね。ね、まあそんなことで。で、あと、作った貴族っ